写真拡大。全国高校野球選手権決勝、履正社星稜、22日、甲子園球場。いよいよ、令和初の夏王者が決定する。履正社、大阪星稜、石川。今春の選抜大会1回戦で、星稜奥川に完封負けを喫した履正社がリベンジに燃えている。打線の要となるのは、今大会全試合で先頭打者出塁を果たしている1番桃谷忠スイング外野手、3年と高校通算48本塁打をマークする4番井上広大外野手、3年だ。強力打線が持ち味の履正社に大きく立ちはだかるのは、星稜の絶対的エース奥川京伸投手、3年。17日の智弁和歌山戦で自己最速の154キロをマークするなど、圧巻の投球を続けてきた。どちらが勝っても初の日本一となる注目の一戦。履正社がリベンジを果たすか、奥川擁する星稜が守りきるか。目が離せない試合展開が予想される。